ふ、今日は久々のハッピーホイールよ。どうでもいいけど、いかつすぎんだろうバハン。ちょっと最近おバカ系なゲームが少なかったんで、今回ははっちゃけちゃいます。全身はっちゃけました。本当に久々にやったんで、ガチで操作方法を忘れてたようです。進まないぞ。はい、進むのは上な。は、ずっと右押してたぜ。マリサ、そのままゴー。任せな。安全運転第一よ。このゲームで安全運転とか、ハイハイで50メートル走7秒台出すようなもんだろ。可能ってことですね。なんかジジイごめん。あ。マリサ、実況的に美味しいぞ。だな。しょうがない。お次は霊夢に任せなさい。ズームにしないの。じゃあ気を取り直して、霊夢せいせい。華麗なハンドルさばき、とっとご覧あれ。おいこら。霊夢よ、やっぱ不利であったか。これまたひどいですな。しょうがない、こうなったら私の力が必要なようね。平気、あとは任せたぞ。さあゴールまで突っ走れ。あ、ちょっとあんたら邪魔よ。そうそう、引きずっていきなさい。変に召されていきました。オーマイガー。高橋、男子の力見せてやんな。そうだね、やっぱ運転は男性がビシッと決めないと。お、期待してるわ。けど皆さん知ってましたか、日本では女性ドライバーの方が男性ドライバーよりも多いんですよ。あら、それはめっちゃ意外。いいしです。砕くぞ。危なーい。おお、スレスレで避けた。正直たまたまです。これはゴールしちゃうんじゃない。ゴール。あ、最後の最後で首がもげちゃいました。でもゴールには変わりない。ではお次のステージ、ここは主から行かせてもらうぜ。今度はなんだっけこの乗り物。セグウェイじゃなかった。あ、それそれ。てか何やってんだよ。いや、なぜか前に進まないのだ。足取れちゃったわね。身動き取れません。肉にあげられたマグロか。ナイスたとえ。もうどうしようもないんでギブアップ。マリサ、バトンタッチ。オッケー、一発クリアします。それも振りにしか聞こえない。さあ、画面の前の皆様、この後マリサは一発クリアできるのか。お手元のリモコンの D ボタンでご投票お待ちしております。テレビじゃねえんだよ。なんか障害物ならぬ障害ジジイに手こずってます。セグウェイに足が。皆様、ちょっとお待ちください。うまく通り越すんで。こらマリサ、わざとじゃない。お、いけるか。あ、残念。あ、ごめん。マリサドSね。ナシジルブッシャー。そんな爽やかなもんじゃねえぞ。あ、そしてようやく抜け出せました。マリサ、何人殺す気だ。私はただ進んでるだけだ。こういうゲームだからしょうがない。ギロチンチン。レーム、ギロはいらないよ。そこは重要だよ。ギロなくしたらただの下ネタになっちゃいます。なんだかんだでめっちゃ進んでる。これは本当に一発クリアしちゃうかも。あー、平和ニックニックしてたのに。マリサさん、ラストスパートですよ。任せろ。おっと、ここで初ダメージ。まだ右腕だけだから大丈夫だな。さあ、ゴールは目の前。あれ、越えられない。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。